皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回は私の旅行記をご覧いただきたいと思います。熱海市のオーベルジュに行ってまいりました。その他観光もいたしました。早速、写真でご覧いただきます。おっと、ああ今巻き戻してます。 写真多いな。はい、moa 美術館です。熱海ではもう一番有名な美術館です。はい、入り口に向かう道もこれだけ豪華です。はい、入り口も豪華です。受付というかはいはいで入り口これが入り口です。豪華です。はい、外の建物も豪華です。いくつかの建物に分かれています。神殿のようですね。はい、はい、こんな感じです。 はい、外にも美術品があります。はい、このようにあります。そしてこれは、能を待っている方の像でしょうか。モダンアートと能楽の融合。かっこいいですね。そして実際に、この美術館、中に能楽堂があって、能ができるらしいんですよ。客席もこのようにちゃんとあるんですよ。すごいですよね。本当にお金持ってますね、ここは。はい。 これは太平洋を望むベランダです。はい。高いところにいます。これはあの黄金の茶室。豊臣秀吉が使っていた黄金の茶室のデプリカです。はい。デプリカです。デプリカなんです。はい。こちらは丸山王挙のなんとか購買図のデプリカです。ただし、 MOA 美術館はこれの本物を所蔵しています。ただ、他の美術館と同様ですね、国宝で傷みやすいものは、期間限定で公開しています。で、この MOA 美術館では、期間限定の本物の公開以外の期間でも、まあ、レプリカをじゃあ見ていただこうと、何も見れないんじゃ、も申し訳ないということで、レプリカを見せていると。 いいいいううことだそうでございますはい、はい、もう MOB 美術館離れました。今度はですね、なんか、なんていうんですかね、こう、あ、お庭ありますね。あの昔の豪邸を見学しに来きました。こうやって水が流れているお庭がありますね。はい、こう茶室もありますね。いい感じの日本家屋ですね。はい 背が高い日本家屋ですね。はい。こんな中にはもあります。はい。いいですね。風情がありますね。はい。緑いっぱい。緑いっぱい。はい。緑いっぱい。はい。門もすごい豪華ですね。なんかすごい人が住んでいる家なんだろうなとこう感じさせるものですよね。はい。 はい、そしてお昼は食べログで探した美味しいラーメンをいただきました。はい、オーベルジュですからね昼いや、夜はもうすごいものが出るので、はい、昼はこんなもんで済ませました。はいはい、そのオーベルジュに着きました、はいえー。昔の細川家が確か持っていた文庫、まあ、いわゆるその別荘みたいなものですかね。はい、ぶ別荘と,あと美術品の保管庫。そこを 移築して、ここに。ここに移設して、そこに居住棟をくっつけて作ったオーベルジュです。はい。はい。だからね、玄関も古風ですよね。高級感もあります。はい。中はもうこんな世界です。もう、明治か大正かにタイムスリップですよ。ほら、こんな感じですよ。はい。ね、外にもこうやって席がありますしね。はい。テラス席もありますしね。内側にも。 なん、はい、とか文庫、はい、書いてありますね、ここにも。はい、こ,ここで、あのー、受付とかしましたね、はい、そうです、これです、はい。こうやって外にちょっと出っ張ったテラスがあります。こんなところも取っておきました。はいもうこんな形のソファ、今じゃ売ってないですよね。はいこういうところでしか座れない椅子ですね、こういうのもそうですね。はい 暖炉は多分本物でしょうね。はい。はい。ね。肘掛けのところにクッションがある。はい。こんな感じです。はい。カウチもあります。カウチカウチっておしゃれですよね。はい。はい。カゴのテーブル。いいですね。これテラスですね。はい。そうです。こうやってちょっと出っ張ったテラス席です。何組かのお客さんがこうやって座れます。 もちろん、このカゴのテーブルにはガラスが張ってありますので安全です。安全というか、まあ、こぼしにくいです。はい。はい。花も飾ってあります。はい。これが居住棟の私たちが泊まった部屋です。はい。いいですね。ベッドがくっつけてあっていいですね。はい。これは外ですね。外にも庭があります。これはカーペットですね。カーペットもおしゃれですね。はい。あまり、なんていうか、豪華すぎずいいですね。 はい、これは居住棟です。居住棟の方にはモダンな家具が飾ってありました。はい、これが居住棟から見た文庫。文庫が右の方に見えちょっと見えてますね、はい。はい、居住棟はこんな感じです。はい、これは文庫の方ですね。はい、これ文庫の方ですね。はい、はい、これが、えー、文庫の2階にあるダイニングルームです。まだダイあのディナーの時間ではないんですが、 人がいないということは写真が撮りやすいということでちょっとお邪魔しました。はい。まあ、照明がいい感じですよね。照明がいい感じ。はい。で、日の光も入ってちょうどいい感じ。日の光は入ってるけどもライトもついてる。いい感じですね。ピアノも置いてあって。はい。本当にいい感じですね。はい。 もう人がいないんで思う存分写真撮りまくりですよ、もう本当に。ほら、こんな感じになる。いいでしょう。ねえ。暖炉もこれも本物でしょうね。はい。ねえ。これが前景という感じですかね。はい。はい。そうですね。いろんな角度から撮ってますね。はい。はい。これ、いいでしょう。太平洋を望む窓越しのワイングラス。これは私の ベスト3000に入ってますね。私の写真のベスト3000いくつに入ってますね。はい。これもいいですね。はい。これもいいですね。はい。はい。外にはベランダがあってもっと近くからあの自然の空気を吸いながら太平洋を眺めることができます。これは天井です。天井もおしゃれですね。そう。天井がおしゃれなんですよ。すごいでしょう。ね。いいですよね。 これは外です。2階から見た図です。はい、外はモダンな感じにしてあります、はい。これは居住棟ですね。居住棟はこんな感じです。はい、あまりこう居住棟と文庫とで、外観であまりそのなんていうか大きな差が出ないように作ってあるんでしょうね、はい。これが黄色とかだったらね、やりすぎですもんね。はいはい、こうやってモダンアートが居住棟にあります。はい、あと、こんなね。 これなんて読むんだったっけななんとか文庫ですよ。はい。はい。これはバーカウンターです。はい。こんな感じです。はい。こんな家具もなかなか今は見ないですよね。ほら、こんなのもなかなかこういうところじゃないと見れない。はい。いい光が入ってきてます。カゴが置いてあるのもいいですね。本当に木の利いたオーベルジュ。はい。横から。 あれ、また撮ってる。あもしかして一段ずつ撮ったかな私。あ、一段ずつ撮ってますね。<laughs> はい。はあ、こんな感じです。全体はこんな感じです。はい。上に登るとさっきのダイニングルームですね。はい。で、外にハンモックがありました。これ、二人で寝れるハンモックなんですよ。はい。そうです。こんな感じです。二人で寝れるハンモックです。はい。いいですよね。はい。これは居住棟から文庫へと登る階段です。 はい。これはハンモックから太平洋という、そういうのを撮りたかったんですね、私はね。はい。はい、こんな感じになってます。はい。これはテラス席を外から見た図ですね。はい。はい、こんな感じです。玄関に戻ってきました。はい、これは門です。はい。門までわざわざ撮りに行きましたか、私も。そう、ここはですね、あの、車止めがちゃんとあるぐらい、あの、広いんですよ。 フロントが、門から入り口までの間が。だから私たちタクシーで行ったんですけども、この木をぐるっと回って入り口までつけてくれましたね。はい。もう慣れてるんでしょうねう。運転手さんもね。はい。はい。これが今のオーベルジュの名前です。ビラ・デル・ソルということで、えー、太陽の見える別荘みたいな意味ですかね。イタリア語でね。はい。はい。 ちょっと日が落ちてきました。はい。いよいよ伝統が活躍しています。はい。もう夜になってますね。いよいよディナーが近づいているんですが、まだ、まだディナーの時間が来ていないので、それまではまだ写真を撮り続けています。もうそれ以外にやることないんで、はい。ぼーっとしているわけにもいかないというか、もったいないですし、夜は夜の風景撮りましょうよってことで、はい。ね。ムードありますでしょまた違いますでしょちょっと雰囲気がね。変わってきますでしょはい。 ねえ。ほら、雰囲気が違ってくる。ねえ、雰囲気が違ってくる。ねえ。夜になりました。なんか怪しい雰囲気ですね。ほら。玄関まで出ちゃいましたよ。門まで来ちゃいましたよ。テラス席まで撮ってますよ。<laughs> もう、写真マニアだな。あ、2階を撮ってるんですね、これは。はい。もう、やりすぎっていうぐらい写真撮ってるな。あ、やっとバーカウンターまで来ました。 あ、バーカウンターもやっぱり雰囲気変わりましたね。もう瓶が全部見えますね。もう外の明かりがないんでね。はい。はい。いよいよ食事の時間です。はい。オリジナルのお皿です。はい。ね。見てくださいよ。このライト、ランプ。ね海の近くだからということで、ホライの中にランプを収めてあるという。もう、おしゃれ。はい。パンもおしゃれ。 はい。シーフードです。海の近くだからシーフード。地元の食材。はい。これも、自分で開けます。はい。出てきた美味しい美味しかった <laughs> はい。これフカヒレの入ったスープですかね。はい。これも美味しかった。はい。これ魚料理ですね。これも美味しかった。はい。これデザートですね。はい。デザートです。 ま、フランス料理なんでね、デザートを何回も出てきます。はい。フランス料理は嫌というほどデザートが出てくるんでね、フルコース頼むとね。はい、また出てきましたよ。はい、コーヒーのお供のデザートですね、これは。はい。乾き物の系ですね。はい。はい、こんな感じのディナーでした。はい。で、あの、ここのオーベルジュはですね、この丘を上がったところにある星のリゾートかなんかがやってる高級温泉旅館。 と提携してまして、温泉だけ使うことができるんです。それ今、登ってきたところ、登ってる途中で、登ってきた道を取ったのがこれです。で、これから登る道がこっちです。はい。で、まあ、こんな感じですかね。ほら、下に見えるでしょヴビラ・デルソルが見えるでしょ下にね。はい。こんな感じでいけるんですよ。はい。で、こんな感じで、入り口、はい。こ入り口ですね。はい。 ね、こっちもおしゃれなんですよ。ね、待ち合いもあってね。ここでお風呂上がった後涼むんでしょうね。はい。ね、なかなかおしゃれな温泉旅館ですよね。はい。はい。おしゃれ。はい。これ、男湯と女湯に分かれていく渡り廊下ですね。はい。で、タオルも十分にあります。もう この、これがお風呂ですよ。この奥に見えるのが。なんと、人が誰もいない時間帯に来たんで、なんと、写真が撮れました。温泉の屋根付き露天風呂でございます。雨が降っていても露天風呂が楽しめるという。つまり横は空いてるんですが屋根がついているという。素晴らしい、素晴らしいお風呂です。本当におしゃれ金かかってる。はい。そうですね。 いやー、すごい。こんな感じです。はい。写真は以上となります。画面を戻します。いかがでしたでしょうか熱海にもこんな温泉がある。いやー、もう連れてきてもらった元カノに感謝ですね。はい。はい。<laughs> ということで、今回の配信は以上となります。えー、次回は2日目を お届けしたいいと思います。それではまた次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。